日曜日のお昼ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、すごく昨日に引き続いてすごくいい天気で、そうですね、もう寒くなってきたので、皆さん衣替えっていうかですね、冬服と夏服の入れ替えとかいろいろですね。で、布団もですね、もう掛け布団がちょっと厚い方がいいですよね。あの辺布団干したりとか、そういったことをねされてるんじゃないでしょうかね。ね、季節の変わり目っていうのはね、ほんといろいろ体調も崩しますしね、食べ物もいろいろおいしいですしね、お酒もたくさん飲んでしまいますけどね、皆さん体には気をつけてですね、ほんと過ごしてくださいね。私もですね、ちょっと心地いい季節なんですけど、あんまりこう調子に乗って食べ過ぎたりですね、飲み過ぎたりもしないように。健康はやっぱり一番大事ですもんね。体が健康であったらね、やっぱりそれで幸せになれるんですもんね。っていうふうにね、本当ね、皆さんの体も心配しておりますし、私も元気でないといけませんっていうことですね。今日はですね、私幸せに対してですね、広島の事務所を経営しているということですね。私が取締役社長であって、で、実践部隊も私ですね、係長、部長といったですね、その辺も全部私ですね。ということでですね、今日はですね、実践部隊の私がですね、非常にちょっと最近昨今のですね、政治経済とかのね、資本主義の世の中っていうところでですね、大変にちょっとですね、今日は家の中で気になったということがございます。今日これパロディーですので、真面目に聞かないでくださいね。ちょっと今日はね、私はもうちょっといろんなどんなネタがあるかなというところでですね、私はこれ見えますかね、これバナナですよね、バナナで、バナナですよね。これ私毎朝食べるんですよ。毎朝朝ごはんにバナナとパンを食べます。で、バナナってすごく体にいいんですよね。食物繊維も豊富ですし、で、その時にですね、このバナナの皮って剥きますよね。で、バナナの皮を剥くと、結構このバナナのこの一番表面積の部分なので、結構このバナナの皮っていうのがですね、ゴミにもなるし、それからなんかこれ繊維もたくさん詰まっていて栄養がありそうだなって思ったんですよ。で、思ってですね、これ食べれるんじゃないかなと思ったんですよ。このバナナの皮って食べれないかなと思って、っていうその素朴な疑問を持ったわけですよ。大根の葉っぱが食べれないかっていうような感じの疑問ですよね。似たような感じですね。っていうところでね、インターネットを調べてみたんですよね。で、インターネットを調べると、バナナの皮はぜひ食べた方がいいというようなことが書いてあります。で、バナナの皮の栄養素とかですね、効果効能っていうのがあるそうですよ。実はこれを見てみると、バナナの中身よりも外の方が良さそうなんですよ。まずビタミン C ですよね。で、それからカリウムっていうのも摂取できますね。それからですね、水に溶けない食物繊維っていうのがあるんですよ。不溶性 の食物繊維っていうところでですね。で、どういうことかっていうと、体の中に入っても食物繊維としてそのまま消化されるみたいな感じで、いろんな体の不純物も一緒に、一緒に押し流してくれるっていうことですね、腸の中ですね。っていうような感じらしいんですよね。で、ただですね、このままじゃちょっと食べれないじゃないですか。で、それでどうするかっていうのが、油で揚げたりとかですね、あとあれですね、ミキサーに入れてスムージーみたいな感じにするんですよね。で、おそらくスムージーにしたらバナナの味になるんでしょうねと思うんで、大体あとはミックスジュース系っていうのは、牛乳だったりバナナ大体入れるじゃない、バナナを入れると甘みが出て安定もしますし美味しいですよねっていう感じで、だから今こういうバナナの皮を、よく洗って、農薬とかを入れて、で、やっぱりミキサーに入れてスムージーにするって感じですかね。ブロッコリーとかいろんなものを入れて、健康的な
というふうにちょっと思いましてですね、一石二鳥ですよね。ゴミ、生ゴミもなくなるし、ね、廊下に落としても足でこう滑ってつるってなることもないわけじゃないですか、っていうふうに思っていてですね、っていうあのまあですね、何が言いたかったかというと、その発想のですね、頭を柔らかくして毎日ぼーっとしてそのバーナーを食べて皮を捨てるっていうことをするのではなくて、待てよちょっと待てこれはっていうふうに考えるっていうことがですね、大変あの生き方に対して重要である、頭を柔らかくしてですね過ごすっていうことがあの私は大事ないかなっていうふうに思ってるんですよね。あの固定概念は捨てた方がいいですよねっていうふうに私もね思ってですね、今日はそんなことを思ってみたんですよ。どうですか、そうですね、今日はですね、私あのちょっとあの家の中をですね結構あの整理したりですね、さっき言ったあの夏物冬物を変えてみたりとか、あとですね、まあちょっと整理して小切れにちょっとしてたりしてたんですよね。結構時間が経ってしまいますね、こういうのもねやったらね。今日本当天気が良くてカラッとして、あの風通しもいいのでなかなか気持ちよくできていますよっていう感じですかね。で今日はそういうわけで私もちょっとね忙しいんでねちょっとこの辺にさせていただいてですね、皆さんあの、まあ、あの日曜日ですからね、まだ日曜日あと半日ありますから、ご家族で出かけられたりとか、いろんなドライブ行ったりとかね、すごくで紅葉も今年いいみたいですけどね、もうちょっとですかね紅葉はねっていうふうに思いますね。広島もね、あの山もあるし、でちょっと走ったらすぐ 海もあるんですよ。青い海もね、瀬戸内海の景色もなかなかあの綺麗なので、あの私もそういう時はですねちょっとこうちょっと走らせて海沿いを走ってみるとか、そういうふうなこともしていますよという感じですね。それでは、はい、皆さんあの良い時間をお過ごしください。はい、バイバイ。皆さん今日めっちゃいい天気ですね。めっちゃいい天気ですよ。わー、やっほThank you.